周辺の拠点をすべて制圧してください。バレル、調子が良くないわね。まだ気になってるの？どうかしたか、バレル、フェイ。はい、なぜか落ち着かなくて、さっきから嫌な感じがするんです。今は戦闘のことだけ考えて、反応、鈍くなってるわ。誤差修正、よし。こんなところでは死にたくないし。逃げるな。あの機体は？ロンドメルの連中に嗅ぎつけられたよね。あいつらなかなかやる。少し分が悪いよ。構わんさ、始める。これでみんな救われる。ミッション完了。艦長、バルドナドライブから異常なエネルギー量を観測。急速交代を。ダメです、制御できません。うわー、なんだここは。陸地だぜ、なんだってこんなところに。どうなってるんだよ。まずは部隊の安全の確認が先だ。みんなは無事か？はい。待って、上空に敵機。そうか、そういうことか。招かざる客だ。ここでお引き取りいただこうか。人、あいつが化け物の黒幕ってわけか。というか、あの機体。待て、今は敵に目を向けろ。できるぞ。誤差修正、よし。これまた癖のあるやつが来たね。なんだこいつ、めちゃくちゃな出力ですよ。あいつがお仲間をやる。変形機と思っている。変形したら深追いはするな。アラートに注意してください。なんだか嫌な感じがする。本部から帰還命令が出てるわ。邪魔が入ると残念だ。イクスブラウ、出ます。周辺の地域に多数の機器を。まずはこの邪魔な奴らを片付けないとな。周辺の敵を掃除して、月光号の進路を確保して。グズグズしないでね。
地点に到達したわ。さすが、とでも言っておこうか。ベルフト、なぜかお前らは私を苛立たせるの。周辺に敵反応、奇数50、60、80を超えます。何ですって、囲まれていた。待ってください、敵は次々と撃墜されています。敵の新手、あれはヒーロー、ヒーローなのか。ヒーローさん、周りの奴らは俺に任せろ。緊急なのでお願いします。任務了解。寄せ集めなりにも楽しませてくれるか。リカ、さっき迎撃態勢。ヒーローなのか。今までどうしていたんだ。前の戦争が終わった後、俺はゼロを封印して戦いをしてた。歴史をもう繰り返させはしない。悲しく惨めな戦争の歴史をな。ゼロ、俺に新たな戦いの未来を見せろ。君たちは検討して、この程度のビビったりなんか。たまには真面目に相手をしないと失礼。世界を崩壊に導いている。誤差修正よし。それは何だ。何もかもがこのまま存在することの意味がない。上がってくれ。おい、聞こえるか、ベルフト。どうして僕の名を知っていた。答えろ。突っ込みすぎるな。ここは俺の出番だろ。これはどうしました、ハーリー君。バルドナチャージが激しく増減しています。増減、乱れている。貴様のやろうとしていること、そんなものを望んでいる人間は誰一人としていやしない。ここにいるぞ。このくらいで十分か。待て、逃げるのかよ。逃げる、それは少し違うな。楽に死んでもらっては困るんだ。なんだよそれ。ターゲットを優先に狙え。その他はドラグーンに任せろ。マクロスからの対空砲火に備えろ。よし、マクロスへの攻撃開始。ここからでも構わん。攻撃しろ。しまった、マクロスを攻撃だ。もたもたし、ベルフト。用事は済んだ、引き上げるよ。いや、ここは私が仕掛ける。今まで散々すかしてきたくせ。彼らは予想外の活躍をしている。敬意は払わないといけない。それに奴もいるようだからな。
方から現れてくれるのか。あなたをやらせるわけには。援護を行う。こいつは一体。ベルクト、お前はなぜ僕を知っている。バレル、かまっちゃダメ。問いに答えれば惜しい。なんだって。お前はなぜ戦う。決まっている。世界を守るためだ。バレル、戦いなんてどこか知らないところで起こっていて、やりたい奴がやればいいと思っていたけれど、今は違う。支援を行います。自分のことなんだ。戦いは新たな戦いを、罪もない者を忍者の棒に落とす。お前は矛盾しているぞ、バレル。私はその忌まわしき鎖を断ち切るの。全てを滅ぼすことで。理由があってたまるか。みんながみんなのために戦っている。ここはやらせてくれ。それが僕たちを動かしている。エゴのために戦うことを見せる。エゴなんかじゃない。そのエゴにぶつかり合いが戦いなんだ。だから私は全て滅ぼすぞ。あなたをやらせるわけにはわからないことを。射程内に収めて。出力ホールド。性能の違いを見せつけてやるさ。おっと、無駄話のせいで不覚を取った。バレル、僕と同じ顔。お前、お前は一体何だ。本当の恐れも嘆きも知らない、そんな貴様こそ一体なんだ。何？この忌まわしい世界と共に消してやる。そんなことはさせないわ。フェイ、ベルクト、行くよ。あいつは何なんだ。誰か教えてくれよ。バレル、行くわよ。バレル、わかった。進化したやつの力は未知数だ。カッキー、むやみに突っ込むな。周辺のインベーダーを掃討しながら攻撃のチャンスを待て。これを最後にするんだ。シンドラゴンを攻撃。避けて。バレル、そこ切り込んで。僕だってシンドラゴンの生命反応が弱くなっている。やったの。シンドラゴンは活動を停止する。どうだ。
こんな状況下でもここまでやるとは、さすがだな。まだだ、来るぞ。足を引っ張るな。ベルクト、そんな敵、手ごわい敵が来たわ。役者は揃ったようだな。おっと、残念だが新ドラゴンは活動を停止した。もうコソ泥のような真似もできんぞ。避けて。扉はもう開かれ、ゲッターさんはもう不要。新連邦の力も利用価値があった。だがそれももう必要とし、カロッとしてんじゃねえよ。時期に二つの世界は結ばれ、避けて。だが貴様、この手で殺さないと気が済まない。トークの場合、貴様はトマホークブーメラン。笑わせるベルクト、君は俺なのか。回避。なぜ俺を憎むんだ。お前がバレルだからさ。ベルクト、正直お前の言っていることはわからない。トマホークブーメラン、世界を滅びに導こうというな。それならみんなでお前を止める。貴様が、ゲッター、トマホー。何がお前をそこまで駆り立てた。何やってんのよ。こいつの存在が俺を否定したんだよ。上がってくれ。そんな世界でいいの。それは間違っている。私はバレルに未来を見て、あなたには見出せなかった未来を。だから逃げた。ならばそんなものを信じた報いを味わう。今日は絶望。魔法クブーメラン。バレルはそれをくぐり抜けて、そして強くなったわ。あなたとは違う。どういうこと。足を引っ張る。ベルクト、パンドラドライブの鍵は何だ。ベルクト、あなたは負けたのよ。俺が負けた。ヘイヘイ。違う、ここにいるみんなに負けた。黙れ。もう終わりよ。黙れ。バルドナドライブは俺を選んだ。俺が最後の鍵を開ける。待て、バレル、もういい。追う必要はないわ。